カドーパリッシュはアメリカ海軍の戦車揚陸艦 LST-491 級戦車揚陸艦の一隻。艦名はルイジアナ州のカドー軍にちなむ LST-515 は1943年9月3日にイリノイ州セネカのシカゴブリッジアイアンカンパニーで寄港した百四十三年十二月十一日にレベッカ・ブラウンによって浸水 1944年1月28日に就役した。第二次世界大戦の間、LST-515 はヨーロッパ戦線に配備され1944年6月にはノルマンディ上陸作戦に参加した。戦後は極東に配備され1952年11月中旬まで占領任務に従事する。その後は大西洋艦隊に所属し任務に従事した。 アメリカに帰還すると1955年7月1日に、カドー・パリッシュと命名された。カドー・パリッシュは1955年10月20日に、退役したが1963年8月2日に、最終役しベトナムに配備された。ベトナムでの活動の後、1969年11月26日に、総合援助計画に従い、フィリピン海軍に遺憾、バターンと命名された。 その後の消息は不明。LST-515 は、第二次世界大戦の戦考で1個、ベトナム戦争の戦考で9個の従軍政省と、海軍主君部隊省、功績部隊省状を受賞した。LST-515、LST-54 と、看板号不明の艦、撮影場所と日時は不明。LST-54 は、トラックを上陸させている。 ありがとうございます。